こんばんは、雪のスタジオです。マダムヘルタの人妻力がヤバいと話題になっています。マダムヘルタとは、知恵の司令であられる本物のヘルタ氏。ヘルタ氏は天才クラブ83のコードを持ち、宇宙ステーションの真の主、人に勝る知恵を持つが全く共感力がない大科学者でもあります。今まではマルチリモートで動くヘルタ人形での登場でしたが、今回は満を持たしての本体が実装の告知がなされました。そして主人公が体内に宿している性格を封印していた張本人でもあります。当時の様子をヘルタ氏はこのようにコメントしています。私が離れてまだ数ヶ月でしょ。どうしたら宇宙ステーションがこうなるかしら。戻ったのね、ヘルタ。この人こそ宇宙ステーションの真の主人、天才クラブ会員番号83番のヘルタよ。なんで天才クラブのことを言うの？紹介するならちゃんとして。私の非凡な偉業の数々はどれも83より聞こえがいいでしょ。やっと反応してくれた？そう、あなたがめちゃくちゃにした場所は私の私有財産なの。今の性格はこのお子ちゃまってわけ？じゃあしっかり観察しないとね。まさに神業ね。私が宇宙ステーションを作ったのは、この覚醒していない性格を拘束してブルーを災いから守るためだったのに。どこの誰か知らないけど、まさかこんなお子ちゃまの体で拘束を成功させるなんて。一体どうやったの？世界の開拓者たちの反応は、本物の知恵の司令ヘルタ来た。ヘルタ、ついに来るのかお前。ヘルタちゃんドタイプすぎる。マダムヘルタ可愛すぎんか。マダムヘルタとか人妻感ヤバすぎて俺の心がモンキーになりそう。くそ、奥様は魔女みたいな雰囲気出しやがって。こんなん引くしかないじゃないか。球体関節も良いけど生身ヘルタも良いな。マダムヘルタに心臓をぶち抜かれてしまった。サンデーとテイウンは性能によっては我慢できるけど、ヘルタは我慢できそうにない。絶対に引きたい。本体ヘルタが氷知恵で人形ヘルタと同属性同運命だから2体揃えるとシナジーヤバそう。ヘルタ来ると思ってなかったから本当に衝撃受けたし、デザイン良すぎて今年のボーナスの使い道決まった。公式説明文に美しく可愛いとか書かれてるヘルタ様はさすがすぎる。これで中身は若返りおばあちゃんとか性癖が壊れる。ヘルタはデザインが良すぎるな。毎日ヘルタの2祖選択する仕事したい。絶対にヘルタの2そよい匂いするって確信している。こんな英知なヘルタと一緒に研究とかできるわけないだろ。こんなに笑顔が可愛いのに対人関係がオワコンとか一周回ってバグだろ。本体のヘルタが出てくるんならもう人形ヘルタはいらないよな。一体でいいからくれよ。ヘルタは魔女属性いろいろ詰め込まれてて好き。テイワットの魔女界にいても違和感ない見た目してる。俺の中の原神のアリスのイメージが完全にヘルタと一致してて脳がおかしくなりそう。マダムヘルタの胸が解釈一致で感動している。正月にマダムヘルタとか全世界のプレイヤーのお年玉をもぎ取る気満々じゃねえか。この大人の姿でくるくるとか言っちゃうんでしょ。あざとすぎるだろ。ありがとうございます。この大人ヘルタはくるくるしなさいとか、くるくるしないのとか、上から目線の命令口調になってそう。マダムヘルタの衣装ほんとすこ。マダムヘルタ、お前その背中でよくリンゴの審査通ったな。このタイミングでヘルタ実装告知とか運営は俺たちの心を何回もてあそんだら気が済むんだよ。マダムヘルタよ、背中は堪能したから正面を向いてくれ。気になって気になって俺はモンキーになりそうだよ。マダムヘルタの服がエチエチだけど、これ正面どうなってるんだ？透けてんのか。そうだよな、見た目は大人、中身はおばあちゃん。その名は天才クラブのヘルタ。ヘルタ本体の胸をガン見すると貧乳の可能性が非常に高いです。繰り返します、貧乳の可能性が高いです。現場からは以上です。マダムヘルタと結婚して一緒にヘルタ人形をめでたいだけの人生だった。
このスタイルで貧乳とかヌースは天才クラブを性癖クラブに改名した方がいいぞ。大人ヘルタとルアンの2ショットの破壊力やばそう。ヘルタ星5実装で低運も星5実装だし、散歩お前も当然このビッグウェーブに乗るんだよな。アツ本体ヘルタの胸小さいままなの控えめに言って神。本体のヘルタの胸も無事小さそうで本当によかった。ヘルタ本体も胸小さめか。サンデーと低運のために引き出した金だったけどごめんな。ヘルタの胸に全額ベットするわ。マダムヘルタどんな性能なんだろう。模擬宇宙周回するから思いっきりタイツとふくらはぎを触らせてくれ。マダムヘルタの持ってるの騎士感あると思ったらキーブレードやん。サンデー、低運、マダムヘルタってそれもう年末の怒涛課金ラッシュコースやんけ。やばいよね。ヘルタ本体に低運生後にサンデーも来るしマジで石足りん。サンデーと低運に全突破予定だったけ、ヘルタの実装なら課金の予定が変わってくる。マダムヘルタはめちゃくちゃいい匂いしそう。本体が出てきたってことは本格的にポルカカカムと戦うのだろうか。属性が氷で知恵とか絶対に強いやつじゃん。氷のアタッカーは渓流いるからマダムヘルタはサポート全振りしてきそう。ルアンとマダムヘルタでサポート枠の人権決まったな。あの人形ヘルタの性格とマダムヘルタの性格が同じとかめちゃくちゃ刺さるな。ヘルタ実装やばすぎ、胸熱すぎるし、ヘルタの胸は薄いしでテンション上がってる。ヘルタは胸じゃなくて足で攻めるタイプなんだなって理解した。ヘルタの胸が盛られなかったの本当に評価したい。海外ではマダムヘルタの名前がビッグヘルタでヌース入る。なおマダムヘルタの胸はスモールヘルタな模様。現場からは以上です。マダムヘルタ早く正面から見てえな。水着よりスケスケの全身タイツみたいな服着てるの英知すぎるけど、ブルー星ではこれが標準スタイルなのか。もうブルー星じゃなくてスケベ星やんそれ。マダムヘルタの必殺は鍵を使って相手を見つめながらくるくる言いながら戦うんだよね。マダムヘルタって遊戯王のブラマジっぽいカラーですこ。人形ヘルタが鍵穴でマヘルタが鍵なのいいな。マダムヘルタとヘルタ一緒に編成できるから嬉しい。多分属性が被ってるから人形ヘルタの上位互換がマダムヘルタみたいな単純な性能にはなってないと思うんだよな。マダムのヘルタは指令だから読みみたいにゴリゴリのアタッカーであってほしいし、フィールドでも特殊なスキル発動みたいなの欲しい。マダムヘルタの全身を舐め回すようにずっと眺めてたい。という具合で開拓者たちの間で盛り上がっています。ちなみに普段は遠隔で操作できる人形の姿で登場するヘルタ氏ですが、自身のヘルタ人形をこのように評価しています。私の幼少期と比べると7割くらいは似てるかな。今後も7割くらい似ている大人ヘルタ人形を大量生産してほしいところです。本日のニュースでした。